どうもこんにちは。今日はね、過酷な実験をしたいと思います。ここに取り出したのはスパイラルグレープ。今日はね、これに何を混ぜたら美味しくなるのかをやりたいと思います。いろいろ買ってきたんですよ、飲み物。まず CC レモンね。で、次がソルティーライチで、ジャスミンティーで、僕の大好きなグリーンだからね、三ツ矢サイダー。では変わり種、ね、午後の紅茶ね。でさらに変わり種、ね、冷やし山崎。そしてあと、あれコーラ買ってきたけど、コーラがない、入ってないぞ。コーラ、コーラ買ったよね。レシート見よう、レシート。レシートあるかな、うん、コーラ買ってるね、コカ・コーラ。あれ飲んでないんだ。店員の入れ忘れか。コーラ、あコーラでまた買えばいいやと思ってね、買ったやつ飲んじゃったんだな。じゃあちょっとコーラ買いに行ってきます。はい、気づけよ俺。はい、買ってきましたよ、コカ・コーラ。体のことを考えてゼロにしました。あんまりね、ゼロ美味しくないんですけどね。で、これは林さんですね、うん、僕林さんではないです、ね、ついでにね、ファンタあったんで買ってきました。グレープにグレープ合わないわけがない。さてと、何からいこうかね。甘酒とかさ、こういうのはさ、後にしようよ。最初から まずいじゃない、最初からあれだと嫌じゃん。だから、安牌なところ、三ツ矢サイダーかな。どんぐらい飲もう。あんまりさ、飲みすぎるとさ、お腹たっぷんたっぷんだからさ、比率的にはね、1対1でいこうと思いますよ。あー、いい匂い。こんなもんかな。混ぜるのはね、お箸を使います。うちにね、マドラーなんて、ね、おしゃれなものはないんでね。何混ぜると泡出すの。いただきます。あー、こいつの主張が強い。こいつの味が薄くなった感じだね。うん、だろうね。こいつ強いな、主張が。じゃあグリーンだから、こっちを足す方の飲み物は多めに入れてもいいかもしれないね、主張強いから。もうかな、いただきます。うん、薄まっただけだよね。薄まっただけだよ、全然ダメじゃん。もう薄くなって飲みやすくはなったけど、うん、美味しくならないね、なかなか。次これいこうか、ソルティーライチ。夏といえばソルティーライチ。夏はね、こうね、塩分を取れって言ってね、こういうのありますけどね、あんまりね、こういうのガブガブ飲むとね、ペットボトル症候群って言ってね、この糖分がいっぱい入ったら飲むと血糖値がこう急激に上がってね、一時的にそれを下げるために体が水分を起こして喉が渇く。で、またこれを飲んで、また上がって喉が渇くのね、こう繰り返しになっちゃうことがあるんでね。だからそういう糖類の入ってない水とかお茶とか、そういうの飲んだ方がいいですよ、うん、さて、脱線しましたけども、でも今の脱線はいい脱線じゃない、うん、なんか言える量がだんだん多くなってきてるな。いただきます。もっと足してもいいな、うん、あ、まずい。主張が強いからさ、スパイラルグレープだから、この加える方を多めにしたらさ、程よくこう混ざったんだけどさ、そのライチとこのスパイラルグレープのグレープの味がこう混ざるとまずいんだよ、うん、これはダメだ。じゃあどうしよっかな、コーラ行こうかね。コーラどうしよう、1本余ったらもうやだよ。蓋にはいいですね。何でしょう、これは江崎さんのいいですかね、うん、色どうなんだろう。はあ、でもさ、まだね、炭酸に炭酸だからさ、おっと、
コーラ入れすぎたな。これは、まずくはない。美味しいよりのまずくはないよね、美味しいより、決して美味しいわけではない、美味しいよりのまずくはない、まあコーラが美味しいからだよ。あ、やべえ、お腹ダブンダブンなんていいだ